それでは後半に入りたいと思います。一応先ほど前半の最後でその条件付きの極地問題の特別な例として、その条件付き最大最小問題の解き方ということについて話をしますということをしてですね、でその一般的な解き方のステップを説明しましたので、今度は具体的な例題を使ってその解き方を説明したいと思います。で、例題の方は教科書の100、ごめんなさいね。すみません、ですね、演習書の方ですね。演習書持ってる人は、演習書の138ページの例題3.17というのがありますので、そちらを開いてください。演習書今日持ってない人も不自由ないように、その問題を適宜板書しながら進めたいと思います。演習書の138ページですね。で、この問題はですね、一応その演習書の問題を見ますと、演習、ここで言ってる演習はその演習書の演習じゃなくて、その円ですね、円。x2 乗プラス y2 乗マイナス1イコール0におけるその関数 xy の最大値と最小値を求めなさいという問題です。ですので、gxy と制約条件の方の gxy を x2 乗プラス y2 乗マイナス1イコール0としましょう。で、目的関数を、x かける y ですね、の、最大値と、それから最小値を求めると。という問題です。図を書いてみましょうね。ちょっと不正か。こうですね。こうですね。で、ここでその曲線、この gxy イコール0ですね。これがその、原点を中心にして半径が1の円周なんですけれども、これを c と名前を付けておきましょう。で、c はどういう集合かっていうのを一応きちっと形式的に書いておきますと、その xy 平面上の点の集まりで、この gxy ですね、イコール0を満たすような点全体を表します。で、今ですね、考えているこの集合っていうのは、実は
有解平集合ということができます。で、まあ、先ほどその有解平集合の例を出したときにはその、まあ、なんかここある曲線で囲まれているこういう領域っていうのをこう例に出して、まあ、こういうのだと有解平集合の例だった例であるというようなことを言いましたけれども、実はここにありますようにその今はこの平曲線閉じた曲線なんですけれどもこの平曲線も有解平集合ということができます。で、まあ、なんでできるかっていう、のはその定義をきちっと照らし合わせて考えてみればできるんですが、まあ、今はちょっと時間を都合で省略しますけれどもちょっとなんとなく疑問だなとかですねそれからまあ、直感的にこの曲線が平集合とかっていうのはなんとなく違和感を感じる人もいるかもしれませんけれどもその数学的には定義をちゃんと満たしているはずですのでそういう疑問を持った人はぜひ自分で確かめてみてください。でとりあえずまあこの曲線 C は有解平集合ですの で, でかつその F の XI ですね目的関数 F の XI はまあ、C において連続です。まあもともとこの fxy イコール x かける y っていうのはそのこの xi 平面全体においてこう連続な関数ですのでですがまあこの曲線 C 上でも連続であると言えます。ゆえに先ほどの話をもう一回復習しますとその有解な平集合の上で連続な関数は、まあ、最大値と最小値を持ちますということを言っていますので、まあ、この場合はその条件には合致するわけですね。ですので、この今考えている fxy x かける y という関数は、曲線 C 上で最大値と最小値を持つということが分かります。ということを一応こう説明として書いておくわけですね。まあ、数学の答案の書き方ではいろいろその説明すべきことはありますけれども、まあのまあ、いちいちこ、まあ、今書いたことっていうのはまあ証明はしていないんですが一応事実としてまあこういうことが成り立っているっていうことをまあ示すもしくはと皆さんがこういう問題に対してその答えを求められたときに一応こういうことが成り立っていますって成り立つということは自分は知っていますっていうことをこうアピールするっていう意味でもこういう説明をきちっと書くことは大事なことですのでまあ必要な時にはこういう答案の書き方をきちっと説明をしてほしいと思います。で、一応ここまででそのこの fxy がこの円周上ですねこの gxy でイコール0で定まるこの円周上でその最大値と最小値を持つということが分かりましたのでじゃあ実際にそれを求めてみましょうというのはこれからの次のステップになります。で、あとはその先ほど説明したステップ1、ステップ2に従って実際に関数を組み立てていきますけれども、まず、この gxy イコール x2 乗プラス y2 乗マイナス1という関数を考えるんですが、先ほどそのラグランジュの未定乗数法で、とやりましたけれどもその極値を持つ点ではですねその2つの条件のいずれかが成り立つということをやりました。で1つは、今までに何度か説明したその先ほど説明したラグランジュ関数ですねラグランジュ関数に関するその
ある連立方程式が成り立ちますということを言ったんですが、もう一つその一番目の条件として表したのはこの GXY がその特異点ですということですね。ですのでまずこの GXY ですね、この曲線に特異点があるかどうかっていうのをまず調べます。で特異点っていうのはどういう点だったかっていうとさっきの定義を思い出しますとそのこの G の、 X による変動関数とそれから Y による変動関数どちらも0になるような点がもし曲線上にあればそれが特異点と呼ばれる点です。ですのでまずこれをですねその X と Y ってそれぞれ変微分します。まあ、変微分は皆さんもうほとんどよく分かっていると思いますけれどもまずこの GXY を X で変微分しますと NX となりますね。それから Y 一方で Y で変微分したものは 2Y と。そうしますとこの X による変動関数と Y による変動関数同時に0を満たす点っていうのはどこかというとこれは方程式をそれぞれ解けば連立方程式を解け連立方程式を解けばいいわけなんですが実際にまあ連立しなくてもいいわけですね。例えば GX には X しか変数出てきませんし GY には Y しか変数出てきませんからそれぞれの方程式イコール0っていう方程式を解きますと X と Y がまあ共に0ですよと。で00ってことは原点なわけですね。でもしこの点が曲線 C 上今考えている円周上にあればそれはこれはこの今考えているその曲線の特異点と言えるわけなんですが見てみますと皆さんすぐ分かると思いますけれどもこの原点というのはこの円周上にはないわけですね。ですのでこの曲線 C すなわちこの円周っていうのは特異点を持たないと言えます。ちょっと低いですかね。ですけれども。まあ、この原点はと曲線 C 上にありませんのでこの曲線今の考えている曲線 C は特異点を持ちません。というわけで一応そのラグランジュの未定乗数法を記したその定理の括弧1番目の条件を満たす点はこの問題設定にはないということが確かめられました。ですのでもう一つの方の条件を満たす点を探します。そこで今度はさっき言ってたそのラグランジュ関数というのを定義するわけですね。 L の XYラムダは何だったかっていうと、F の XY マイナスラムダの GXY でした。で、これを一応代入しますと、X×Y マイナスラムダの X2 乗プラス Y2 乗マイナス1とこうなります。と置くと、
ですね。で、あとはそのこの関数 L をその x で変微分したものと、それから y で変微分したものと、それからラムダで変微分したものをまず求めましょう。x で変微分したものは、y マイナス2倍のラムダ x と、それから、y で変微分したものは、x マイナス2分のラムダ y と。で、最後に、ラムダで変微分したものは、x2 乗プラス y2 乗マイナス1と、実際にはこの、ラムダで変微分したものっていうのはこの gxi がそのままの形で来るところに注意してください。こうなります。で、よって、このここからですね、次のその連立方程式をこう立てて解くんですが、最大値または最小値を取る点の候補ですね。の座標をまあ AB と置きましょう。で、AB と置きますと、あとはそうですね、このまあ、A が X 座標で B が Y 座標ですので、上の関数の X に A を代入して Y に B を代入した形をこう書けばいいわけです。一応書いてみましょう。最初の L の X による変微分に AB を代入すると、b マイナス d ラムダ a、まあ、イコール0と。それから、今度は l、関数 l の y による変微分に ab ラムダを代入しますと、a マイナス2ラムダ b イコール0と。で、最後に、ラムダ、l のラムダによる変微分ですね。これに ab ラムダを代入すると、a2 乗プラス b2 乗マイナス1イコール0を満たすようなこのラムダが存在するっていうのが、まあ、そのラグランジの未定乗数法で言えることです。まあ、こう、方程式を全部番号を振って上から1番、2番、3番と置きました。で、を満たす、まあ、実数ラムダが存在します。で、この1番から3番の方程式を順番にというか組み合わせて解いて、これらを満たすこう、A と B とラムダの値を求めましょうというのがこれからやることです。
まあ、ここから先はちょっと機械的で退屈かもしれませんけれども、まあ、頑張ってこう方程式を解くわけです。そうしますと、例えばマイナス1からですね、まあ、B イコール2倍のラムダ A となっていて、で、それから、2番目の方程式より、A イコール2倍のラムダ B という関係が成り立っています。で、この2つの関係式を丸3の方程式に代入してみます。そうしますと、もともとは、A2 乗プラス B2 乗マイナス1でしたけれども、この A と B にそれぞれこういう値を代入するわけですね。そうしますと、まず A のところは2倍のラムダ B ですね。これの括弧2乗に置き換わって、それから B のところが2倍のラムダ A の2乗に置き換わりまして、で、マイナス1イコール、まあ、0となって、これを整理しますと、まあ、4倍のラムダ2乗括弧、A2 乗マイナス B2 乗マイナス1イコール、まあ、こういう形になります。で、ここでこうパッと気がつく人は気がつくと思うんですが、実はここですね、この A2 乗プラス B2 乗っていうのは、このもともとの3番の方程式からこれ1でしたので、これを1に置き換えますと、4倍のラムダ2乗マイナス1イコール、まあ、0というふうに、こうラムダに関して1変数の方程式が出てきます。これを使うとこうラムダにして解けるわけですね。で、ラムダがちょっと値が分かるということになります。で、だから一応、そうか、説明を書き換えると A2 乗プラス B2 乗イコール1より、まあ、4倍のラムダ2乗マイナス1イコール0と。で、ゆえに、まず、ここでラムダが、プラスマイナス2分の1というふうに出てきました。ここまでですか。で、今度はこのラムダをですね、この丸1の方程式に代入します。で、そうしますと、B イコールプラスマイナス A というこう関係が導かれますので、で、さらに、とすると、これ、B をこの A を使って表すことができますので、これ3番の方程式にこれ代入すれば A だけの方程式になりますよね。ですので、これを、丸3の方程式に代入しまして、まあ、ガチャガチャと解くと。頑張って解きますと、AB の組み合わせとして、プラスマイナスルート2分の1と、あとプラスマイナスルート2分の1という組み合わせが出てきます。で、ついでにこの符号の範囲なんです。符号と言いまして、この符号の順番の範囲ですけれども、まあ、符号任意という書き方をしますが、これはその、
A と B の正の値と負の値、まあ、どちらをどういう組み合わせにしてもいいということですね。から、合計でこう4通りの組み合わせが出てきます。A の方が正で B の方が負とかですね、それから A の方が負で B の方も負とか、そういう組み合わせ、まあ、A が正負2つの組み合わせがあって、B が正負2つの組み合わせがありますので、そうすると、あの2つの A と B の正負の組み合わせをどう組み合わせてもいいですから、その合計でその異なる組み合わせが4通り出てくるという意味ですね。ですので、異なる A と B の値の組み合わせがここで4つ、4通り出てくるわけです。となる。でちょっと長かったですけども、あのここまでがステップ1ですね。ステップ1というのは、その、この関数、gxy イコール0のもとで、その目的関数 fxy が最大値もしくは最小値を取る候補の点として、今この4つの点が出てきました。で、次のステップで実際にその最大値もしくは最小値を取る候補の点で、じゃあ実際にその F の値が最大になるか最小になるかということを確かめます。そうすると、この上の4点における F の値ですね。F の値は、まあちょっと実際のその計算過程は省略しますので、そこは各自皆さん自分で計算して確かめてもらいたいんですけれども、とりあえずこの A と B ともに正もしくはともに負のルート2分の1の点を代入した時の F の値が2分の1と、それからF と、あ、A と B ですね。A と B の符号が逆の時ですね。A が正で B が負か、あるいは B が正で A が負の時の F の値がマイナス2分の1というふうに出てきます。で、この時は、その符号の順番は、例えば、これ上だったら上の符号、下だったら下の符号っていうふうに、同じものを使うので、符号同順と書きます。まあ、書いておきます。で、ゆえに。最大値はこの F の値で大きい方ですね。ですから、この場合と2分の1の方が最大値になりますので、上に最大値は、ともに、x、y がともに正、ともにもしくはともに負のルート2分の1のときに、2分の1と。で、最小値は、その x 座標と y 座標の符号が異なる場合ですね。プラスマイナス2分の1と、マイナスプラス2分の1のとき、マイナス2分の1と。で、これらはいずれも複合同順です。というところで、最終的にこの F の最大値と最小値が求まったということになります。
ここまでいいでしょうか。何か質問などありますでしょうか。まあ、ちょっとね、解き方を結構丁寧に答案書いたので、まあ、写すだけでも使われるかもしれませんけれども、一応まあこういう説明の仕方を標準にして、まあ、書いてください。ここまでいいですか。じゃあ、あと残りの時間でそのラグランジュの未定乗数法をやったんですけれども、その式がですね、どのようにして導かれるかということをちょっと説明しておきたいと思います。まあ、この話をする前にですね、その関数の極値についてこう説明をしました。まあ、前回か前々回ぐらいの時に関数の極値について説明をしました。で、今回のようにその gxy イコール0というような条件が なければ、その単純に、そうですね、まあ、なんかこんな関数があったとして、で、その何も条件がないならば、単純にその極値判定をやってですね、例えばこの辺が極小になるとかっていうのは、そういうこう計算の仕方ができたわけなんですけれども、その今回その話がややそのややこしいのは、その例えばこう gxy イコール0っていう条件があってですね、でその中で、その上でと関数の極値を計算しなければならないというところが多少面倒くさいかなと思います。で、そうですね、例えばですね、まあ、例えばこういう条件が、そうか、もう少し単純な例にしますかね。そうですね、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんけど、この傾きが一定のこう斜面があったとしましょう。だからこの xyz のこの3次元の中でこう斜面があったとすると。で、この斜面の例えばその極大極小を判定して、ありとか極大になるような点、極小になる点はありますかっていうと、まあ、直感的に見てその極値はないっていうふうに答えることができると思います。まあ、なんでかというと、傾き一定でその、まあ、例えばこの坂が下る方向に行けばどん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 下っていくし、上る方向に行けばどん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 上っていくし、あるいはその坂の傾きと垂直方向に移動すればいつまでたっても値は変わりませんから、そうすると、まあ、こういう状況を考えると極大も極小もないと。いうようなことになるかと思います。で、ところが、例えばその xy 平面上に、まあ、こういう円ですかね、ちょっと歪んでますけど、gxy イコール0っていう条件を考えて、まあ、この曲線上でそのこの斜面にの、まあ、極大極小がありますかっていうふうに聞かれたときにどう考えるかっていうと、そうですね、この
この曲、この例えばこの円をですね、こう斜面上にこう影を作るような形でこう映すわけです。こんなふうに。ちょっと分かりづらいかもしれませんが、例えば、この机の上にですね、円を描いて、で、もともと考えているこう斜面の上から眺めると、斜面とこの円が重なったところっていうのは、こういった形の図形で表されます。ですので、GXY イコール0の下で、例えばこの斜面の極大極小を考えるっていうのはどういう問題になるかっていうと、こういう、今ですとこの円をこの斜面上に移したこの曲線上で、この曲線の極大とか極小をこう考えるっていう問題になるっていうことを言いたいんですけれども、わかりますかね。ちょっと難しいですかね。そうですね、どうしようかな。ちょっと非常に直感的というか、あまり数学的には厳密じゃない話をなんですけれども、もう少しこう皆さんにイメージしやすいような説明の仕方をちょっと考えてるんですけれども、例えばそうですね、皆さんの中でスキーをやる人っていますか？スキーをやあスノボでもいいんですけど、やったことある人とかいますか？ありがとうございます。で、スキーをこうやるというか学んでいく際にですね、スキーを履いて、でゲレンデの、上の方にこう例えば自分で登っていった時に、例えばなんて言うんでしょうね、こう横歩きでこう斜面を登るっていうような状況を考えてください。スキーやったことある人は、ガニ股での登るんじゃなくて、横歩きで斜面を登ると。でその時にとスキーの向きがまずいと、不適切だと、前の方に滑り出したり後ろの方に滑り出したりするんですね。で、そうやって横歩きで登る時に、勝手にスキーが滑らないように登るには、スキーの向きをどうすればいいかっていうのは分かりますでしょうか？特にスキーやったことある人は。なんて言うんでしょうね。垂直というのが大事です。そうです。斜面の向きに、垂直に板を向けるんですね。そうすると、前や後ろに滑らずに登っていけるわけです。で、実はラグランジュの未定乗数法のアイデアというのはそれと関係がありまして っていうと皆さん、えって思うかもしれないんだけれども、で、なんでかっていうと、そうですね。例えば、そうですね。ちょっと斜面を考えます。ちょっと非常に想像しにくいで申し訳ないですが、斜面があると思って、でそこでこう、僕でも皆さんでもいいですけど、こうスキーを履いて横歩きで登っていくと、斜面を登っていくという状況を考えます。そうすると、実は、ある点でですね、ある点で、斜面のその傾きの方向っていうのをまた定義、ちゃんと数学で考えるには数学的な定義が必要なんですけれども、とりあえず、斜面の傾きの方向ってなんとなくこう皆さん直感的に分かるような気がすると。で、それに対して、垂直な方向、斜面の傾きの方向が例えばこういう方向だったとすると、
それに対して、垂直であれば、まあ、板の向きですね。板の向きが、まあ、垂直であれば、板はこう滑ってはいかないと。ところが、板の、まあ、垂直であれば、滑らない。ところが、これが例えば、まあ、ちょっと板の前の方がですね、斜面の下の方に少し傾いたりしていると、これ滑り出すわけです。でそれは、まあ、ちょっとここでは詳しくは説明しませんけれども、この板のその向きとそれにかかる重力からですね、その前に動く運動する力と、それから斜面のその方向きに運動する力がこう加わって、こんなふうに動き出すということだっていうのは、まあ、なんとなく理解できるんではないかと思います。で、実はこれが一番この話を考える上で重要なアイデアで、その斜面の傾きと板の向きを垂直にしたときに板は滑らないっていうことを、事実をちょっと覚えておいてください。で、次にですね、その今度はこの斜面がありますと。で、この斜面にですね、なんか道っていうか、そのコースを作っています。ちょっと同じ白だと分かりにくいですね、すみません。黄色で書きますか。この斜面の上に、こういうコースを作りましたと。で、じゃあこれからですね、皆さんこの斜面を登っていって、でこのコースに沿ってこうスキーを滑っていこうと思いますと。でその時に、この斜面に対してですね、このあるところでは、このある、例えば皆はまあ僕でもいいし皆さんでもいいんですけれども、まあこれでストックを持ってスキーを履いた人を想像していただけるとは非常にありがたいんですが、すいません。でこれでこうこの方向に例えば滑りますという時にですね、あるところでは上りから下りにこう転ずるところがあったり、あるいはあるところでは下りから上りにこう転ずるところがあったりするわけですね。でそれは一体どういう点かっていうことを次に考えます。で、例えば、上りから一応ちょっとこのスキー履いて、まあ一般的に本当のスキーっていうのは斜面の上から下にしか滑れないんですけれども、ここではちょっと想像力を豊かにして、この例えばこの8の字に沿って、下から上も登れるような、そういうスキーの世界をちょっと考えてみてください。で、例えばここからスタートしてぐーっとターンしながらこう滑っていって、でここで今度は上りに入ってぐーっとターンしながらまた戻ってくるというコースを考えます。でその時に、下りから上りにアップダウンの方向が変化する点っていうのはどこかっていうことをちょっと考えてみますと、皆さん分かりますかね。一つは、あ、そっか、もうちょっと赤いチョークみたいな。一つは、この点ですね。この点で、上り、例えばこの場合だと上りから下りに変化するというのは分かりますよね。それからもう一つは、まあ、この辺のこの点で、下りから上りに変化するというのは分かりますよね。で、じゃあ、
この上りから下りに変化するとき、アップダウンが変化するときと、その下りから上りにそのアップダウンが変化するときっていうのは、このスキーの何か特徴があるんですね。何かに特徴がある。で、スキーの向きに着目すると、どういう特徴があるかと考えるわけです。そうすると、ずずずずっと行って、こう行ってですね、で、こう、このように、向きで、こう下ってきたのが上りに転ずるときっていうのは、実は、この赤い点に差し掛かる直前では、このスキーの向きっていうのが、この斜面の下の方を向いているというのが分かりますよね。で、それが、この赤い点を過ぎると、このスキーの向きっていうのが、スキーの向きっていうのは、その皆さんが言ってるスキーの前の方のこう上がってるところのエッジの向きですね。これがこう斜面の上の方を向いているってことに分かりますよね。ということは、この赤い点では、このスキーの向きがどういう向きを向いているかっていうと、平らなんですね。平ら。平らっていうのは、さっき指摘してくれた、その斜面の向きと垂直になっているっていうところですよ。この赤い点では。そこがポイントです。その下りから上りに、その移行するときですね。移行するとき、スキーの向きは、斜面の向きに垂直であると。で、これが大事なポイントです。で、同じように、じゃあ今度は登っていきますね。こうずずずずっと登っていくとですね、やはりこの上の赤い点で考えると、その上の赤い点に到達する前の段階では、スキーのエッジは上を向いて、斜面の上の方を向いていると。それがこの赤い点を過ぎると、スキーのエッジは斜面の下を向いていると。ということは、上の方を向いているスキーのエッジがこう通過していった後で下の方を向くっていうことは、この間のどこかでそのスキーのエッジが平らになる瞬間があるということですよね。で、それが実はこの赤い点のところだったんですね。この赤い点のところで、やはりその上りから下りに移行するときに、このスキーの向きが斜面の向きに垂直になるでしょうと、なるはずだというふうに思える、いうふうに思えるわけです。で、今ですね、このスキーの向きっていうふうに言っていたのは、実は、スキーの向きっていうのが実は、先ほど考えていたそのラグランジュの未定常数法では、曲線、G の xy イコール0の、接線を、意味します。それは、なんていう説明すればいいかな と、直感的な説明しかできないんですけれども、例えば、このループの各点において、スキーの板の向きっていうのは、こう見ていくと、だんだんその曲線に沿って、こんな向きに進むわけですね。で、その向きっていうのが、実はその点その点におけるこの曲線の、接線になっているということなんですね。ちょっと、直感的な理解、今日はちょっと直感的な理解にとどめておいて、もう皆さんに信じてもらうということしかできないんですけれども、そうすると、このスキーの、この曲線上でのスキーの向きですね、曲線上でのスキーの向きっていうのが、実は、このラグランジュの未定常数法でいうと、この曲線 gxy イコール0の接線になっているということが言えるわけです。で、一方で、この
斜面の向きですね。この斜面の向き、この斜面の向きっていうのが、これはですね、一応このラグランジュの未定乗数法ではですね、fxy の勾配ベクトルとかですね、それから グラディエントと呼ばれる量を表します。多分これ電磁気学の演習なんかで授業を取っている人には悩まされているとは思いますが、実はこんなところに出てくる。で、これまあこうまあ見るのも嫌な人もいるかもしれないけれども、こういう記号で書かれていて。でそれはどういう実態かっていうと、fx ですね、この x の偏微分と y の偏微分で、書かれているんですね。実はここにこの斜面の向きっていうのは、この x、この皆さんが時折嫌だなって思うこの fxi の勾配ベクトル に対応しているということに入れているわけです。で、そうすると、そっか、ごめんなさい、もう一回、もう一個書くとですね、その曲線 gxy イコール0の、そうか、接線ですよね、接線が、接線か、接ベクトルか、接ベクトルですね、接ベクトル。もしくは接線の傾きのことを接ベクトルって言いますけれども、これがですね、どうなったっけな、ちょっと待ってくださいね。まあそうか、これでいいかな。接ベクトルと、はい、そうですね、ちょっとここまでしましょう。で、ここまででその何を説明してたかっていうと、その、まあ、17枚目の黒板でその、まあ、スキーをやっていて、でその、まあ、スキーのコースに沿って滑るときに、そのコースがですね、上りから下りに移行する点、それから下りから上りに移行する点では、その曲線上でのスキーの向きと斜面の向きっていうのが垂直になると、そういう環境を満たすということをまあ言いました。でここでその赤い点ですね、赤い点のそのスキーが上りから下りにこう上り下りが変化する点っていうのは、実はそのこの関数、元の関数 fxy で考えると極値を取る点なんですね。fxi が極値を取る点っていうのは、この例えばこの赤いところではこの値なんだけども、その前後ではこうそれよりも値が大きくなってる、もしくは、上の方だと赤いところではこの値なんだけども、その前後では値が小さくなっていくっていうふうに、実はここの斜面で考えた赤い点ですね、この2つの赤い点っていうのは、実はこのこの黄色い線で書いたコースっていうこの条件の中で、この斜面の高さですね、斜面の高さ fxy に関して極値を取っているというふうに言うことができます。
ここまで、ここいいんですかね。ちょっとなかなか分かりにくい説明かもしれませんけれども、で今までのことをその踏まえるとですね、その fxy が gxy が0、fxy というのは今、ここのスキーの話で言うと斜面がですね、斜面の高さ。gxy イコール0っていうのは、これコース上で、極値を持つ。これは、その、さっきの斜面の言葉で言うと、この上り下りが変化するっていう時ですね。この時に、このような条件を満たすと、これでは何が起きているかっていうと、実は、スキーの向きですね、スキーの向き。スキーの向きと、それから、斜面の向きが垂直な関係になっているというふうに言えるわけです。で、これをその先ほどのラグランジュ未定乗数法の言葉に置き換えると、スキーの向きっていうのは、gxy イコール0の接ベクトル。これは接線の方向を表すベクトルですね。この接線の方向。と、この F の勾配ですね。が垂直に交わっているということを意味しています。ここまでいいでしょうか。ちょっと、やっぱりややこしいですね。説明頑張ってみたんですけど。とりあえずこうスキーを滑るこうスキーでアップダウンを滑る人のモデルでちょっと頑張ってラグランジュの未定乗数法の説明を試みてるんですけれども、でここでもう一つもう一個だけやっとくべき事実があります。でそれは何かっていうと、この曲線ですね、この gxy の接ベクトルなんですけれども、これにはもう一つ性質があって、この gxy イコール0の接ベクトル、すなわちさっきの黒板でいうとその黄色いコース その接線の向きですね。でこれが実はこの gxy っていうのも xy を変数とする関数なんですけれども、実はこれがですね関数ですので、この gxy っていう関数にも傾きがあります。斜面 の向きと同じように傾きがあります。でその傾きと垂直なんですね。ですので、ちょっとこれは、直感的にはちょっと想像しにくいので、ちょっと今回図では書きませんけれども、一応、こういう事実が成り立つっていうのは、講義ノートの方には書いていますので、気になった人は後で見てください。で、この gxy イコール0のこの、
コースの各節ベクトルというのは実はこの gxy っていう関数としての傾きに垂直だっていうことも言えます。ここまでいいですか。で、じゃあこのことからその何が分かるかっていうと、斜面の向きとスキーの向きは垂直だと。で、かつこれはスキーの向きですね。これはスキーの向き。かつスキーの向きとこのコースで表したこの g ですね。この g の勾配は垂直だと。ということはこの斜面の向きとこの g の勾配って g の勾配の向きっていうのは垂直なものに垂直なものを比べるわけだから、実はこれとこの黄色で囲ったこれとそれからこれですね。これとこれとこれとかばっかりで申し訳ないですが、斜面の向きとスキーの向きが垂直で、スキーの向きとこれが垂直だということは、この2つの黄色いベクトルというのは実は平行だということを言えてます。これが平行なんですね。この斜面の向きとこのコースの勾配という関数が実は平行だということになる。それはちょっと直感的にはちょっと分かりにくいかもしれないんだけども、あるものとあるものが垂直で、であるものって全部これベクトルなんですけれども、あるベクトルとあるベクトルが垂直で、例えばこの白いチョークと黄色いチョークで表したベクトルが垂直だと。で、どうしようかな。じゃあ黄色が斜面の向きにしましょう。この斜面の、向きを勾配を表すベクトルと、それから、コースにおけるスキーの向きを表すベクトルが垂直だと。で一方で、このスキーの向きを表すこの白いベクトルと、それからこの G の勾配を表すベクトルが垂直だと。いうことは、垂直か。垂直だから、どうなってんだろうな。平行になってるはずだな。あ、そっか、今、平面で考えてますからね。平面で考えてますから、平面上にこう考えるわけですね。平面上で、まあ、これ平面として、まあ、2つのベクトルが垂直で、で、まあ、白と赤のベクトルが垂直っていうことであれば、平面上であれば、この黄色と赤のベクトルは平行っていうことに言えますよね。で、この事実から実は、その、斜面の向きを表す、このベクトルとそれからこの gx このですね gxy の傾きを表すこの2つのベクトルは平行だっていうことが導かれます。ちょっとこれもあまりね、自明じゃないかもしれないから、ちょっと納得しがたい人もいるかもしれないけれども、まあ、そうなってるですね。とりあえず、そう見てください。で、この2本のベクトルが平行ですっていうことは、これ、まあ、その例えばそうですね、 この白いベクトルと黄色いベクトルがあって、これは平行だっていうことは、そのこれ原点にこう視点を移して考えれば、考えなくてもいいですけども、線形代数のベクトルの性質を使うと、実はここだから、そのベクトルの方向としては、定数倍の差しかないと。同じ向きだから定数倍の
の関係になっているということなんですね。2つのベクトルが平行であるということは、例えば2つの直線が平行であるということは、ベクトルとしては向きは等しいから、向きは等しいから、向きは等しいわけですね。でただ、ベクトルにはその長さっていう量がありますから、その長さも込めると、片っぽは片っぽの定数倍になっているというふうに言えるわけです。で、この関係式を見るわけですね。この関係式を見ると、あれどっかで見たことがないかなって思うわけですね。これを、x と y のそれぞれの成分で、書いて、分けて書いてみます。でそうしますと、例えば x 成分から書くと、fxxy マイナスラムダ倍の gxxy イコール0っていう式が出てきて、それから、y 成分を書くと、fy の xy マイナスラムダ倍の gy の xy イコール0という関係が出てきます。これは実は今日前半でやりましたラグランジュの未定乗数法に出てきた方程式と一致するわけですね。ちょっと気になる人は見てみてほしいんですけれども、このようにして実はこのラグランジュの未定乗数法に出てくる関係式がこう導かれたっていうわけです。ということで、ちょっとなかなかですね、こう回りくどい議論だったかもしれませんが、でも本来はですね、もともとはこの黄色いコースですね、この黄色いコースがですね、例えばある関数で表すことができれば、この問題というのはすぐに解けるはずだったんですね。というのは、例えばそのコースをですね、コースを、F と G 使ってるから、何でしょうかな、H の T とでも置いて、T が0の時に一番上の点からスタートして、で、T を少しずつ増やすと、ぐる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 ってこう座標が回ってって、で、T が1の時にまた元に戻ってくるというような、そういう、こうコースをですね、こういう関数で表すことができれば、この条件付き極値問題はすぐに解けるはずだったんですが、そうはいかないと。でしかし、今やってるそのスキーのコースを扱ったみたいに、そのスキーの向きと、このスキーのですね、アップダウンが上りから下りに変わる部分、それから下りから上りに変わる部分では、そのスキーの向きと、それから斜面の向きが垂直になるという事実。それを使うと、こう、何段階か、こう、議論は減るわけですけれども、最終的に、そういう向きでは、斜面の向きと、それから、このコースの傾きですね。コースの傾きはそんなに地面じゃないですけど、コースの傾きが平行になると。いう関係を用いて、ラグランジュの未定乗数法に使うこの方程式が導き出せるという仕組みになっています。ということで、ちょっとなかなか分かりにくいかもしれませんけれども、そのラグランジュの未定乗数法の背後にはですね、このスキー上り下り問題というのがこう隠れているということがちょっとでも、気に留めてもらえればなというふうに思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。僕もこの授業を初めてやったので、こうどうやって説明しようか試みて、こういう形の説明になりましたけれども、また何か皆さんから疑問があればですね、これからまた後で出していただきたいと思います。以上が
この微積分2におけるその偏微分の内容を一通り終えたことになりますね。で、次回から重積分の方に入っていきたいと思います。ただ一応予告しておきますと、重積分の最初の方ではその重積分というのはどのように行うかというその方法論から説明を始めますので、もしかすると演習問題にはなりにくいかもしれません。ですので演習の授業の方が若干計算法とかを先にやるかもしれませんが、まあそれはちょっと大変かもしれませんけれども、先取りして計算方法を学ぶというのも悪くはないと思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。他何か質問ありますでしょうか。じゃあもう周りもすっかり暗くなりましたが、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。